人芝居でも観客がいれば満たされますよ。さすが、将来を嘱望される演者様の言うことは違うね。まだお祝いをしていなかったけれど、望んだ通りの劇団に所属できてよかったじゃないか。おめでとう。世界について大冗談から語ったかと思えば、幼児みたいに拗ねてみせる。自分の言葉で語るのは苦手ですので、愛らしいとしか表現できません。渡る、君は卒業後どうするつもりかな。どうするとは？とぼけないでほしいな。僕にも誇りがあるからね。これまでは尋ねるのをためらっていたけれど、作者に答えを聞くのは恥ずかしい振る舞いだとケイトや紬に教わっていたし、でももう残念ながら時間切れだ。恥をかくよりも君を失う方が怖い。渡る、僕の目を見て正直に答えてほしい。君は卒業後どうするつもりなの？アイドルを続けるの？それとも演者に徹するつもりなのかな？僕も無知な子供じゃない。君が所属を望んだ北斗のゴボ堂の劇団がそこに所属し続けるだけで、血を吐く思いをしなくてはならない。演者たちの鉄火場だと知っている。頂点を目指すならば、今の日本にはあの劇団以外の道はほとんどない。でもこれは君を軽んじた発言ではないけれど、さすがの君もあの劇団で望んだ役を演じながらアイドル役まで完璧にこなせるほど人間離れはしていないだろう。冷静に計算すると、君はアイドルとしての道と演者の道、どちらからか目をそらすしかない。選ぶしかない。己の将来の可能性の一つを切り捨てて。なるほど。それで私が劇団への所属を、演者の道をまず選んだのを見て不安になったわけですか。ああ、響き渡るはアイドルをやめて今後は演者に徹するのだと。違うのかい？僕を喜ばせるためにおためごかしを口にする必要はないから、はっきり言ってほしい。これが君の復讐だったのかな。だとしたら脱帽だよ。僕に寄り添うふりをして、僕の願いを叶えるふりをして、君は一番効果的なタイミングで僕を裏切る準備をしていたんだ。僕が君やフィーネを深く愛し、決して手放せなくなる瞬間を見計らって、たった一滴の水さえあれば生き延びられたものを蜃気楼のように消えてしまう。君を渇望し恋焦がれ愛してしまった瞬間に僕の手の中から消えてしまう。幸せの青い鳥のように、一つの肉を共有するみたいに一体化してから離れることで僕に致命傷を与える。おめでとう。お望みの通りに君の復讐は完遂されたよ。ご貴人響き渡る。幸せすぎて僕も他の愚かな人々のように忘れていたけれど、そうだよね、君を敵と呼んだのは僕だ。君は僕の敵だった。出会った時から今この瞬間まで。それがあなたの解釈ですか。この高校時代における最後の一年間、誰よりも私の近くにいたあなたの、とても残念です、H。あなたにひとときの幸せな夢を見せてあげたかった。それが先代さんから道家の地位を無理やり奪うようにして得た私の役目だと。けれど
所詮は代役でしたね。彼ほど上手に演じられませんでした。いいえ、彼があまりにも素晴らしい道化の役を演じたからこそ、私も同じだと思い込んだんですね。最後の最後に離れていくと。違うのかい。ここで私が違うと言ってもあなたは信じてくれないでしょ。 いえ、実感できませんよね。ああ、悩ましい。あの最後の結末だけがやけに喧伝される美しい偶話で、チルチルとミチルはどうして最後に見つけた青い鳥が本物だと確信できたんでしょうね。何の話だい。エイチ、私は本物になりたい。あなたがかつて得られなかった青い鳥に、本物よりも本物らしいからこその至上の演者です。とはいえ、今は100万語を並べても無意味でしょうから、行動で私の気持ちを表現しましょう。今度こそ解釈を誤らぬように、理解しやすいシンプルな形で私の全てを表現しましょう。 H、 どうぞこれをお受け取りください。仮面？これは君がコレクションしてる大事なものじゃないのかい。はい、これは私です。あなたに差し上げます。どういう謎かけかな。もう一度だけ機会を与えますので、もっとよく考えてみなさい。私は誇り高い演者です。無理解な観客に怒るよりも己の芸の至らなさを悔やみます。これはそんな私にとっての最後の機会、名誉挽回のための一世一代の大舞台です。